け。何がみんなで一緒にいた方がいいだ。宿泊客の中に連続殺人犯がいるかもしれないのに同じ部屋で寝られるかって。こういう時は雪が止むまで一人で部屋に閉じこもった方が安全なんだよ。バカなやつ。なんだお前、どうやって部屋に入った。鍵は閉めたはずなのに。お前が知る必要はない。どうせお前はこの密室で死ぬのだから。なんでだよ、なんで俺が殺されなきゃならない。俺に何の恨みがあるんだ、半崎。半崎じゃないし、私は誰だかわからない犯人の黒い人だし。いや、どう見たって宿泊客の半崎だろ。だから違うって。勘で犯人当てないでもらいたいわ。あのな、正体を隠すつもりで犯人の黒い人になってるみたいだけど、完全に恨みに出てるの気づいてないのか。何のことよ。だから逆に個性が強調されて正体バレバレになってんだよ。嘘、どこが。あ、いやいや、その手には乗らないから。今の私は無個性の黒い人なんだから。宿泊客の中で G カップなのお前だけだぞ、半崎。しまった。大した観察眼じゃないの。でもね、どの道あなたは今ここで死ぬわけだし、他の宿泊者に私が犯人だって知られることはないんだから。それはやめてくれ。俺が何をした。よく見て思い出しなさい。私は10年前にここで命を落とした山荘のオーナーの娘よ。狂気だな。自分の罪を思い出した上で復讐に使われる狂気が気になるわけね。あなたはハンマーで私の。あ、そうじゃなくて、言われた通りよく見ると全身狂気だよな。は？だってその格好ほぼマッパじゃん。いや、輪郭がくっきりしてる分マッパより殺傷能力が高い気がする。いやー、こんな時じゃなくても普通に服着てる時でさえ G カップやばいなーやばいなーって思って見てたんだけどさ。みんなでいる時、あんたとあのガキがチロチロ私のことを見ていると思ったらそういうことだったのね。犯人だって疑われてるのかと思ってたじゃん。しかもだよ、 G カップからさらに視線を下にやるとだな。見ないで。下何もつけてないんだから。何もつけてない。だってこの黒い人の格好、ものすごくタイトでつけると線が浮き出ちゃうんだもん。上は絆創膏でポチをごまかしてるけど、下は何も。なんてことを自供するんだ。ああ、もうダメだ。完全に鼻血の出血量が致死量を超えた。そうハンマーで殴らなくても良さげ。返り血を浴びるたびにこのタイツ洗わないとだから大変なんだけど。おその心配はないぜ。ここまでなんとか耐えたけどよ、その格好だけでチェリーは殺せる。あ、本当に言った。はあ、これで復讐は終わった。あとは雪が止んだら計算するだけ。あれれ、あの胸が大きい女の人がいないね。どこ行ったんだろう。大丈夫、あのガキも私を疑ってるんじゃなくって G カップが気になって見てるだけなんだから。